今気づいたあらまあ、ごめんねそうゲリラになっちゃったあらまあ、<laughs> 入れるつもりだったんだけど <laughs> <coughs> こんばんはいきなりだったか ごめん <laughs> みんなごめん。完全に忘れちゃってたな。なんか今日するだろう。ええー、すごいね。ええー、予想当たってる。それはすごい。ちょ、テロップ何にしようかな。おひ、お久しぶり。久しぶりです。うん。<coughs> 元気ですよ <laughs> めちゃめちゃ元気です皆さんは元気でしたか <laughs> 髪型変えた変えてないよ髪型変えてないよ今日も可愛いですありがとうございます髪型はね変えてないと思う変わったように見える前髪かな お久しぶりー。<laughs> みんなごめんね配信予定入れてなかったんだって <laughs> ごめんね急にゆりのちゃん <laughs> ごめんでも私は元気です <laughs> なんかねあのね私もずっと配信したくて <laughs> 配信したいな配信したいなってずっと思ってはいたんだけどなかなかこう配信でさ「お勉強します」とかならいいかもしれないんだけど勉強のこと考えながら配信するのも嫌だなって思ってちょっとちゃんと。 ひと段落ついてからにしようって思ってね。<coughs> とりあえずは、まず報告、第一の報告として、テストが終了しました <laughs>。高校最後の、え高校生活最後のテストが終わりました <laughs>。やったー終わった。 そしてですねあの早いことに結果もですね、えー、と出ましてですねあなんと最後まで赤点なしということで終了いたしました <laughs> やったー <laughs> よかったー <laughs> けどやっぱなんかうんまあもうちょっとやってたらもうちょっとできる時間があったらもっとできただろうなとは思いますがでも楽しかった。<coughs> そうでも良かったよねちょ人生でまだ赤点取ってないから良かった良かった <laughs> でもあのー、まだ一応ね全てが終わったわけじゃないので、えっと、ちゃんと卒業式で卒業証書をいただくまではちょっとねどうかわからないけどもう少しだけお勉強 頑張りたいいと思いますもう少しだけねなので皆さんも本当にいやーうん待たせちゃうっていうのかなけどそう早々に2月9日もうちょっと私はいないですがでもぜひ皆さんに楽しんでいただきたいと思います。 ちょっと待って戻ったかなごめんね一回切れちゃった切れちゃったみたいごめんね戻ったえ待って戻ったごめんね 一回止まっちゃったみたみいあ、戻ったよかったよかったありがとう <coughs> ちょっとねコメントが混ざっちゃったみたいおにぎり食べようそう <coughs> まあ高校生活 勉強はねしようと思えばできるけどちゃんと学校に入って先生に教えていただく勉強ってこうやろうとしない限りはこれで最後なのかもしれないなと思うから今は今自分のやるべきことをさせていただきたいと思いますなのでみんなのこともなんかうん。 ちょっと寂しい期間がほんの少しあるかもしれないけど。お疲れ様でした。いや、もうみんなもお疲れ様毎日。本当に。うんうん。よかったよかった。 <laughs> あそうだなそうでしたねそうあのですねそして昨日ですね <laughs>、えっと、歌唱力 No.1 決定戦のあこの前の公演こちらこそありがとう、えっと、歌唱力決定戦 No.1 決定戦のユニット戦の収録がありまして。 無事終了いたしました。収録はね。<coughs> うん。<laughs> もうなんか。もうなんかというか、あの。やるべきることは。うん、できたと思うし。うん。そうだね。 なんか私前にも話したかもなんだけど一日一日その時の最大限のレベルって変わると思うんです人間だからでも昨日の最大限はできたんじゃないかなと思いますねだからうまい下手って評価するのは難しいけどなんかまとめると先輩方と歌えて幸せだった <laughs> っていう感じです <laughs> いやもう絶対見てほしいみんなにそう2月10日に放送で生審査生放送の審査がありますのでぜひ見ていただきたいですねちょっと私はねこうなんだろう今回行けたんじゃないかなとかそういうのはまだわからないぐらい初めての参加だからそんな推し量れるものではないんですけどでも うんなんだろう私たち上手だから聴いてとか私の声を聴いてっていうよりかは私はねあくまでも私はうんこのユニットの曲をこう評価してほしいというか聴いてほしい誰かに響くだろうっていう <laughs> 気持ち でもそれって自信があるのかなんか自信というかそういう意味での「いや絶対!」みたいなこうなんだろうな、うん、強気な自信というよりファンの方には絶対聞いてほしいって思ううん本当に <laughs> ちょっとね またなんかもし、うん、誰かにとって荒井リりののイメージがちょっと変わったらそれはそれで面白そうだなっていう感じかな楽しみ楽しみ <laughs> いやもう何より だって日野さんと玲ナさんと歌っ,歌ったんですよそれはそれは幸せに決まってますよねうん <laughs> はい 先輩ともね先輩とたくさん練習させていただいてやっぱりあ自分にないもの、うん、自分にないものがたくさん見つかった期間だったんですけどでもその分特にマイナスな気持ちになることはなくて自分にないものを持ってる人たちと今一緒に歌ってるって思ったら。 もう、ね、<laughs> だからなんだろう嬉しく思ったまだ自分って伸びしろがたくさんあるんだなっていう受け取り方を私はしたかなそれが嬉しいと思ったここで終わりじゃないっていうのがうん すごく楽しかったですそうもうできるならね何度でも歌いたいんですけど先輩と本当に何がとまるりれひなちゃんに会いたいなら是非是非いつでもどこでもお待ちしてます <laughs> え本当に放送楽しみ そうめちゃくちゃ楽しみ楽しみなんかでももうね私はあの歌えたっていう事実が幸せすぎてし幸せすぎて <laughs> にやけが止まらないんだよね思い出しちゃうと、うん、<laughs> 変な人みたいになってる今うん <laughs> ねうんえっ、ー、どっかでね3人で歌わせていただきたいですよね <laughs> なんかさ変な例えなんだけど持久走とか長距離走を置くあっく <laughs> を走る時って自分と同じペースとかの人よりも自分より速い人と一緒に走った方が自分とえ自然と自分も引っ張られて速くなるって言うじゃないですかその現象で他でもあるなってすごく感じたなんか <coughs> 実際に自分が前よりも上手になれたかって言ったらそれは人が。 うーんまあわからない皆さんの判断にお任せしますという感じなんですけどでも最低限として自分がすごい感じたのは「うわここでこのアクセント入れられるんだ」とか「ここでその音出せるのめっちゃいい」ってこうなんだろうある意味聴く側として練習に参加 してたからなんか上手な人の歌を聴いていると自分もできそうな気がしてくるんでですよできないんだけどあ自分ももっと頑張ればちょっとは近づけるかもっていう気持ちが湧いてきてすごいなんか自分にとってはなんだろう ある程度の緊張感とある程度のプレッシャーとでもすごいいい心はワクワクしてるみたいな <laughs> 感じでしたねだからうーんこう引っ張って頂い,いている立場だから何かで、ね、一つでも。 どこ,どこでもどんなに小さなことでもいいからこうユニットの一員としてどこかで役に立てていれば嬉しいです <laughs>。<うん笑>あとはね あうんこの期間配信してない期間が長すぎて何があったかなこんばんは。 こんばんはあとはそうだなねなんかあれなんですけどこの間何日か前に幸運流水のメールを送ったと思うんですけどそうなんかまだ私は実感が湧いてないという感じ。 実感が湧いてないから今はポジティブにうんまあきっと皆さんは読んだ方ああ <laughs> そのことかなってわかると思うんですけど <laughs> うんでもうえなんか 悲しい期間が長いのよりじゃあその悲しい期間を減らすためにもっとプラスになるのもありだよなって思ってそう <coughs>、でもまだ直接お話はできてないんですけどそう悲しい時は思いっきり悲しめばいいしでもその悲しみを 引き伸ばすよりそれまでは少しでも楽しくいた方が19日のオフラインこうでえそう私もさまだ服決めてないの <laughs> 実は実は服決まってないんですよどうしようかなって思っててどうしようまだ悩んでるんだよね 難しいよねだってさ「え,えデートコーデって何ですか?」って感じ「<laughs> 自分で決めたんやないかい」って言われるかもしれないけど全然あのデートって何を着ていくんですかね皆さん教えてください何があるんだろうね難しくないう 何にしろさ何の <laughs> そのねこう友達とシ服で遊びに行くとかそういうこともあまりなかったからわからないんだよねえ毎回変えてくれるのそう私は、うん、なんだろう多分服迷っちゃうから毎部変えてみようかなって思ってるんだけどみんなも変えてくるのそれは強くない <laughs> めっちゃみんなしてキャリーバッグで来ますみたいな。 <coughs> 私にも教えてくれないね私に教えてまず <laughs> いて<ね笑>そう難しいよねやっぱりあとんだろうなたくさんお話ししたいことはあるんだけどうん な、ね、ちょっとユニットシャッフルに触れちゃうとさ私口滑りそうだからさちょっと控えめにしとくけどえっとえっとはい楽しみにしててくださいとしか私は言えないかな <laughs> でもね みんな予想したら当たるんじゃないかなっていう感じえもう喋んないもう喋んないからねもうもうもう喋んないもう喋んない <laughs> うん、うん、楽しみにしててくださいええー、ね早く公園で会いたいねそれがキレてるお洋がこれこれねアームウォーマーっていうやつですちょっと私も あのちょっと遅めな旅行 <laughs> うん <coughs> あとはああすごいすっごい個人的なお話なんだけど実はねあのお母さんがつい数日前に。 誕生日だったの誕生日だったんですけど <laughs> あの私そうメールにも書いたんだけど誕生日お母さんの誕生日プレゼントを考えるのが大好きなんですよ大好きだから1か月前とかから用意しておるのいつもなのに今回本当にびっくりするほど忘れてて <laughs> 本当にびっくりした でたまたまお母さんと話してる時になんか「今日は今日はママにとってもパパにとっても大事な日だから」っていう話をされて「結婚記念日じゃないよな」ってなって「待って今日何,何,何月何日だ?」ってなって「あごめん!」って言ってもうだってそれが夕方だよ。 っててことはさ一日忘れてたじゃんねほほぼほぼいやー本当にさでその日もねちょうどテストでもうそれしか頭になかったの自分の中でだからまあ本当に何かその日一日悔しかったプレゼント渡したかったって思ってうん追われてたんですね <laughs> 何かに <laughs> だからまだ考え中ななんんですなんかまだ悩んでるのずっと悩んでるのなんかなかなか決まらなくてこの間ねこう話した通りコートをプレゼントしたばっかりじゃないですかで毎年ある年はネックレスとかアクセサリーある年はコスメでコートって着てて <laughs> でエプロンとか。 そういう系統も全部プレゼントしてるからうーん何がいいかなってそうまあね誕生日は遅れたけど結局は気持ちなんでプレゼントはうん何もなくてもあげてもいいのがプレゼントですだからやっぱりちゃんと使ってもらえるものがいいよなって思ってでもお母さんあんまり まあ、こだわりがないからこそ難しいんですよだからお洋服とかネイルとかも考えたんですけどあんまりしっくりこなくてうん悩んでるまだこれから決める <laughs> <laughs> そうママね基本的に喜んでくれるもん でも私はあなたにこれだけ感謝してるんだっていうのをちょっと、まあ、少しでもプレゼントでね伝えたくて <laughs> ちょっともっと気持ちがこもっててピンときたものにしようって思ってますだからまあこの配信中には決まらないだろうけど <laughs> あとはうーんテストが終わって で私こう「NGT ホワイトニンに加入してから <laughs> 映画館で映画を見るのが好きなんですけどあんまりこう行きたい行きたいって言ってて結局行かないことばっかりだったんですよ上映してる映画で見たいのがあっても行けてないみたいな。なんですけど今回絶対見たかったものがあって <laughs>。 みんなわ分かるお分かり <laughs> お分かり伝わらないか <coughs> 私あのあ昨日「鬼滅」行ってきたちょっと待って私,私も「鬼滅」見たのあみんな当たってるんだけどちょっと <laughs> はい「鬼滅の刃」を見てきました もうちょ面白かったもう幸せどうしよう <laughs> どうしようね <coughs> そう一人で <laughs> 一人で「鬼滅の刃」を見に行きましたもう本当に幸せだったおすすめでもねせっかく見るなら最初から見てほしいんだけどなんかなんかねえそういうなんかあれじゃないですよそんなあのなんかめちゃめちゃ めっっちゃ好きっていうなんか、まあ、当時あったじゃないですかそういうのなんかそういうわけではないですけどストーリーとしてまず好きなんですねええそうだから <laughs> もうね大好きちなみにどうしよう同じことしてる人がいるんだけどさえカップホルダー買ったってことだよね <laughs> それって。 ちょっっと待って、同じことしてるんだけど <laughs> どうしようそうなんか私映画を見る時にこう期間限定でコラボしててっていうのがあるじゃないですかフードコーナーでそれ買ったことなかったんですよ自分ででもいや一人映画を最大限楽しもうと思いまして買いました えこれって写して大丈夫な,やつなのかな大丈夫か大丈夫だよねえ心配これでさ伝わるちょっとこれで伝わるこれこのまま色って一人しかいないと思うんだけど <laughs> 私はですね伊之助くんにしました伊之 <laughs> 助くんが好きなんです もうね思わず買っちゃったよねでもね他に持ってる人誰もいなかった <laughs> ちょっとだけ恥ずかしかったけどまあ好きだから <laughs> でもちなみになんだけど「鬼滅の刃」の中で一番好きなキャラは違うんですよ <laughs> ごめんねみんな勘違いさせて <laughs> なんか伊之助 あ私漫画全部読んでたから伊之助のエピソードが好きで今度「鬼滅」教えてくださいわからんえ是非是非あのねなんかもちろんいろんなシーンがあるからものによってはこうなんだろう、まあ、いろいろな感じ方があるけど私はその上で絶対にあの描かれる愛情家族愛とか兄弟愛とか。 そういう愛情的なシーンがすごく好きなので、やっぱり見ちゃうんですけど。はい。あ、顔面じゃないですよ。伊之くんのこと好きなのは。違います。違います。どちらかというと、あのね、琴葉さん、お母さん好き。<laughs> お母さん好きなんですよ。はい。<coughs> でも、そう、私が鬼滅の刃の中で一番好きなキャラクターは。あの、親方様です。 <laughs> なんかいつもなんか斜め上のかもしれないんだけど親方様が好きです声も容姿もキャラクター設定も好きうんあと何よりさちゃんと着物着てるのが好きなんだよね <coughs> マス大好きだから <laughs> えー、みんなにも見てほしいな子供の方いや現在の方だよ子供の方ってそういうこと <coughs> え子供って子供だよね幼少期とかではないよ単純に親方様 <laughs> ちょっと <coughs> アニメの話だとさ知らない方もいるけど知らない方には是非ね布教はしたいよね <laughs> おすすめです大好きですね漫画アニメでも全部を知ってるわけじゃないよもちろんやっぱり <coughs> 見てないものもあるからそれはあと最近 ゲットしてしまったのがゲットしてしてまったのがこれさ知らない人からしたら何って思うかもなんだけどさ私あ皆さん配給はご存知ですかまあまあご存知だと思うんですけどメンバーとは見に行かないメンバーね同期はまず「鬼滅好きな子」 たかも。そこまでアニメめっちゃ好きっていう子がピンピンと出てこないかも同期だと先輩はもちろんいらっしゃるけどさすがに先輩とはまだ <laughs> あっ背景知ってますで私のねあの推し おしというか私の好きなキャラがあの白鳥沢学園の牛島若利君なんですけど <laughs> でブロマイドをゲットしちゃったんですよ実は、えー、ぜひ読んでほしいあの主人公のチームの敵チームだった方なんですけど今アニメで放送されてる部分ではね <coughs> もう本当に大好きなんですそうなんか作れるやつだったんですけどあちょっと反射しちゃうみたい <laughs> 反射しちゃうみたいだからちょっとやめておくね <laughs> そうもう若年くんがさ好きで <laughs>、うん、白鳥沢学園が主に好きなんですけど <laughs> ちょっとね最近。 最近というかあの普段使えるあのタオルとかジャージをゲットし,しようと思っている <laughs> そう配給もねあのアニメではなくて今回は映画に決まったと思うんです確か全後編に分かれた映画に決まったと思うので。 絶絶対見ます <laughs> 絶対見見まますすハマってるっていうか私俳ーは小学生の時から好きなので <coughs> もうなんかずっと好きですえ映画あったよね公式のホームページで出てた気がするんだけど <coughs> 私はね俳ーと「ラブライブ!だ」だけはだけだけなのかな分かんほかにもあるかもしれないけど。 俳玖とラブライブは小学生の時から大好き。そうあとね最近あなんなんだろうある程度俳玖見たことあって好きだよっていう方また、あ、見てるかもしれないけど私小学生の時からあの欠かさず俳玖カラスの高校放送部っていうあの主人公 君の声優さんの村瀬さんととびおんの声優さんの石川さんが MC っていうのをやられてるラジオを欠かさず毎月聴いてます <laughs> 本当にね楽しいあれがもう元気の源 <laughs> あとね勉強しなきゃいけない時 勉強しなきゃいけないけど気分が乗らない時に絶対に見るんですウェブで見れるのでおすすめです <laughs> 大好き大好き本当に好きという感じです <laughs> 他にも好きなねアニメはいっぱいあるんですけどあっこないだの,間の 前回この間って言っても前回出た公演えー、っとだから28日か1月28日の公演でも習ったことのある習い事とか部活のお話の MC の時に野球をっていう話をしたんですけどあの野球だったらあの私はメジャーが好きですメジャーとね。 ダイヤのエースとうんあと野球といえばなんだっけ私1個忘れてる野球といえばなんだっけああちょっと私が想像してたのが。 違ったかもしれないないんかあったんだけどクロスゲームとか <laughs> そうラ <coughs> イアン・エスも好きだしあーまあルーキーズも好きですああねあと一時期ね深夜帯にやってた野球のアニメがあったんだよねとかでもやっぱり やっぱメジャーですね <laughs> やっぱメジャーなんですよね大好きなんですよ <laughs> なんかなんならあの <laughs> やっぱりメジャーとか甲子園を見て野球を好きになりましたそうそうそう五郎君のいやエモエモエモいよねメジャーと聞いてアメリカえちゃ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 メジャーっていう <laughs> アニメね漫画かな <laughs> あとはね結構スポーツ系は見てたかなメジャーのどの時代が好きえー、難しいねそれうんどの時代が好き難しいけどやっぱり私は カイド道に入学するしてた時のカイドだよねカイドに入ってた時のエピソードが好きだからシーズン 4? とか34ぐらいじゃなかったっけだった気がするんだけどなそっからさ辞めて転校するじゃないですかでそこで小森くんと会うっていう大好き なんか今日滑舌悪いはごめん <laughs> うん心えいいめ,めっちゃいい曲ですよね本当にいい曲大好きよくね兄弟みんなで歌ってた心えカラオケ行ったら昨日から「鬼滅の映画あ昨日からだったのか私も今日見ました実はちゃんと見てきました <laughs> ダイヤモンドペガサスもちろん知ってますよそうそうなんですよメジャーも好きだったしうんあと何かスポーツ系 <laughs> ああれ好きです今新シーズンアニメの新シーズンが始まったんですけど つるね。つるね。かな、うん、つるね。あのー、弓道のアニメなんですけど、おすすめです。ここられ歌ってる、ロードオブメジャーさんですかね。私も好きです。あと、ハイキューの。オープニング、エンディング歌ってる歌手の方は、やっぱ好きですね。うん。 <laughs> うんエンディングだと思うもちろん知ってますよもちろん <laughs> 本番こんばんはあとうんスポーツ系好きかもしれないあれも見たフリー水泳フリー見ました あ、弱虫ペダルめっちゃ好きだよアオアシはねまだ見てないんですよそうでも知ってはいる弱虫ペダル大好きなんかなんかミーハーみたいになっちゃって <laughs> あの好きです弱虫ペダルもずっと見てましたお、ね、あお姉ちゃんじゃないな弟とね妹がね最初は見てたんだけど なんか途中からいなくなって私が一人でずっと見てるっていうそう新シーズン追いかけないといけないのだからフリー「弱虫ペダル」「メジャー」「ダイアナエース」「配給」とかとかとか <laughs> 歴史系の漫画えどうだろう一時期 NHK で放送されてた「平家物語」は見ましたうんあ東京リベンジャーズ」も見ましたね映画も見たし漫画もあります 出てこないんだよね言われれば <laughs> あと「進撃の巨人」も好きですそんなところかなでもやっぱり一番10回ぐらい見返してるのは配給かな <laughs>「キングダムね」ねちゃんと全部見たことないの実は お父さんとね弟がね好き <laughs> 実写版だけ見るってことあるの進撃の巨人面白いですよ設定理解しないと難しいかもしれないけど「キングダムね」ね長いからちゃんと1から見ないと。 どんななところかな有名なところだったらああとアニメで欠かせないのはあの、ヴァイオレット・エーガーガデンですね <laughs> アニメというかまあ映画も含みですけどヴァイオレット・エヴァー・ガーデンは絶対に見てほしい。 斗さんが好きですそうなんですね僕とさんいいですよねなんか見てるだけで元気出る <laughs> 好きです <coughs> あのもう声優さん自体が明るい方だからすごい役柄に合ってるというかあそうです「ヴァイオルテーヴァーガーデン」は京アニですね「フリー」も京アニですねあとはねあの そう今日鬼滅の刃映画をててきてちょっとネタバレになっちゃうからあんまり詳しくは言えないんだけどあのー、あれなの <coughs> 思い出してあそうあちょっとこれ言っていいのか分かんないんだよね本当にでも漫画読んでる人なら分かると思うんだけどあのあのキャラの声優さんがもうしっくりきすぎて泣いた <laughs> もう私本当になんか。 もちろんもともと声優さん好きだからっていうのもあるんだけどずっとこのこのキャラは絶対この人だって予想しててですねあそうです上限のはい上限の方の声優さんは絶対その人がいいって思ってたんですよやっぱりでまあ聞くじゃないですかもう想像以上にぴったりすぎてもうそれだけで泣きました胸が熱くなった。 上限のいや私が言ってたのは上限の2の方なんですけどそう鬼の中だったら私も上限の2の方が一番好きなんですけどあの本当にいやでもでも言って1一最高にかっこよかった <laughs> 本当あのちょっとこの鬼のやり取りを見るためだけに。 もう1回見たたいいぐらいには良かったですねもう鬼の方々の声優さんが豪華すぎてどうえっていう感じですよ本当にずっと興奮状態みたいな遊楽 <coughs> 編のメインの鬼のゆうた太郎の声優さんも豪華ですし私の中ではすごい意外な役柄だったんですけど。 いや本当2はみんなが予想してたと思うだしすごくぴったりだから今後が楽しみすごく私絶対にあの上限の2とこの猪之助くんの、まあ、お母さんとのエピソードシーンは絶対見たいのでちょっと心待ちにしているんですよ ちょっとさアニメの話ってずっとしてられるねごめんねほ,ほぼほぼ半分ぐらいアニメの話しちゃったんだけど本当に楽しみやっぱり声優さんってすごい職業だなって思います尊敬、はい、いやや2下水けどでもなんかまあ生まれた環境がな っていう感じだよね。あ、スクショタイム。<coughs> はい。えっと、スクショタイムね。えっ、ー、と。どうしようかな。あ、ちょっとこれ。スクショタイムじゃ、少しだけ。なんか、今日、影になっちゃうんだよね。すごく。ごめんね。わかんない。どれぐらい止まってたらいいと。 ちょっとこういう顔をスクショしといてください <laughs> ポーズ決めるのってさ難しいよねあこれでもさこれだと何やってるか分かんないんだ<笑><笑>何の写真って感じじゃない <laughs> あそうだねえそうだよねせっかくだからじゃあ猪之助くんと一緒にえでもさちょっと待って間違えたよね今。 <laughs> ええー、本当におすすめだからみんな見てオッケーいやー本当だよやっとテスト終わったんだからでももうちょっとだけね卒業まで頑張りますちょっとランキングを読みまーすであたえー、13位すずひとさん12位袖さん11位きーちゃん10位スマイルさん9位しゅうとさん8位みくちゃん 7位ウッチーさん6位きゃんくんさん5位くすんだねこさん4位ヒンドーさん3位りりのしかかたんさん2位あんばたさん1位とうふやまっちーさんですありがとうございますのすき覚えたよかった <laughs> みんなごめんね今日配信予定入れ忘れてたんだけどみんな来てくれてありがとうちょっとね次配信がいつ できるかまだわからないんだけどうんでも少々お待ちくださいませ <laughs> みんなありがとうバイバーイちょっとまたいろんなお話ししようねバイバーイみんなあったかくして寝てねおやすみなさい